こんにちは、今お昼です。嘘で暴落してるんだったら買いなんじゃないかなってちょっと思ってまして、楽天グループを堀江さんが思いっきりディスってるんですよ。そんなわけないんじゃないかなっていうところについて根拠をしっかり示したいと思います。私楽天のモバイルね、黒点するんじゃないかなと最近ちょっと本当に思ってます。じゃあなんで堀江さんって楽天モバイルをディスるんでしょうかってね。堀江モバイルってあるじゃん、あれこそまさになくなっちゃうような気がしてね、楽天涙目っていうよりも堀モバ涙目なんじゃないかってね、一言で言うと悲願でんじゃないんですかっていう、そんな話したいと思います。あ、堀江さんのファンの方はここでね動画を閉じてね、はい。で、最強プランっていうところで6月からね新プラン出たじゃん。あれ以降ね、私、楽天モバイル使ってるんですが、通話が途切れることがなくなったんですよ。で、これまでは品質が悪すぎて、証券会社と話をしてる時にプツンプツン切れてたりとかしてたんで、ダメだって思ってたんですけどね。これいいんじゃないってね、本当に評価が180度変わりました。で、プラチナバンドを獲得する方向で今動いてるんで、このまま行くと黒点あるんじゃないかなってね、思うようになったんですよ。で、堀江さんってあの人さ、昔捕まっちゃったでしょ、変わんないなとちょっと思ってましてね、あれこれ取り付け騒ぎを扇動するようなことになっちゃったりなんかしてんじゃないかなってね、思います。堀江さんのこの、その批判をちょっとまとめて、それに対して違うんじゃないかって話をね、ちょっとしっかりね今回したいと思うんですよ。でまさに堀江モバイルこそが涙目かなってことで、批判してるのは悲願なんじゃないかっていう、こちらについてもね根拠をちょっとちゃんと示したいと思います。ほいで、黒字化の道筋っていうのがある程度も見えてきてるんじゃないかなと思うんですけれども、もしね風評被害で株価がね暴落してるのであるならばよ、実は買い時なのかもしれないなって、そんなことを思ってるんですよ。はい。で、私会計士を 2,30 年やってて、今もあの引退してるんですけどね、六本木ヒルズに通って監査の仕事をやってた頃ね、堀江さんのその例の事件があったんですよ。だから割と近い会社の監査も当時やってたんでね、その時の経験からちょっと話したいと思うんですけども、足引っ張るよりね他にやることあるんじゃないかなと、ちょっと偉そうなことを言ってみる。で、まず1個目ね、堀江さんがどういう主張をされてるかってところからちょっと見ていきましょうか。楽天将来に予想される最悪のシナリオについて解説しますってところでね、なんと5日間でね53万回も見られちゃってるんだね。まだまだ増えるんだろうな。で、1日10万人見てる計算ですね。要点ちょっとまとめていきますけれども、はい、日本郵政が楽天株を750億も減損するってところから始めて、芋づる式にうまくねこう話が続いていくんですよ。で、税金が使われてたってね、国会で野党が責任追及するんじゃないかってね話をされてましたね。で、これで一般市民が楽天の経営ってやばいんじゃないっていうことにね、気がつくんだそうですよ。で、楽天ポイントがね、やばい、そう、楽天がなくなっちゃうからねって、私の楽天ポイントも無効になるんじゃないかと考えて、ポイントの取り付け騒ぎというか、それを知った一般市民が楽天ポイントを一気に使うようなことになるんじゃないかと。楽天ポイントの取り付け騒ぎだね。で、楽天市場の業績が悪化し、それに加えてね、楽天クレジット使ってる店舗の方で楽天クレジットやめて他に乗り換えるっていうようなことをするということをおっしゃってましたね。さらに、日本の物価が上がってますよと。で、債券価格が下がってきて、銀行業績が悪化する方向にこれから向かうんだよって話されてましたけども、シリコンバレーバンクの件について、あら、債券の価格が下落したんで潰れたんじゃと。ほいで、通帳不要だよね、ネット銀行だよね、楽天銀行はねってね、一瞬で、預金が引き出せるんだって、これもなんだかなってちょっと思いますよ。みずほ銀行とか使ってるんですけど、あそこも通帳いらないですよ。まさにインターネットの方で、まさにね、楽天銀行と同じことできますからね、通帳がどうこうって、これはまあ、なんか、まあ、まあ先行きますけどね。で、1000万以上の預金は保証されないからねって、取り付け騒ぎになるよってね、楽天銀行も信用不安でね、取り付け騒ぎになって倒産かもっておっしゃってるんですよ。
まあ、一見するとね良さげなんだけど、とんでもないですこれ。でアマゾンが買収するかモバイルをやめるしかないんじゃないかっておっしゃってるんですけどね、モバイル中止で関連する設備がゼロ評価になってね、債務超過になるんじゃないかって話されてます。まあ、要するに減損すると同じことになるんですけどね、1兆円以上のダメージ損失がいっぺんに出ますからね。で債務超過を回避するには1兆円以上の増資が必要だよっておっしゃってましたね。で1兆円以上も出せるのはもうアマゾンぐらいしかないんじゃないかと。そうなるとミキちゃんね、経営権を失うクビになっちゃうんじゃないかって、そんな話をされてますよと。さらにこれを堀江さんの主張につきまして、はい、無理がありすぎるんじゃないかなとちょっと思ってて、そこについてね、お話ししたいんですよ。だって今の話の前半2つをねちょっとお話しますけれども、まずはね、はい、こんな動画作ってるんですよ。6月30日か、郵政、減損するよってね、郵政が持っている楽天グループの株の減損の話をしたんですね。で楽天自体も楽天の事業の減損をねする必要があるのかなってね、まさに堀江さんがおっしゃってたような感じになるのかなってね、1兆円以上損失が計上されるっていうことになるわけですよ。楽天がねモバイル事業を減損するとね、でその時にこれはもうなっちゃったわけですね、800億の減損ね。で楽天事業のモバ、楽天時代のモバ事業の減損、こっちが大きいわけですよね。これどうなるのって話をしたんですけれども、回避できるんじゃないかってことにつきまして詳細な話をしましたんで、ぜひねこちらの動画を見てほしいところなんですけども、要するに、はい、一緒に頑張ろうねって言って資本提携したんだけども、この800億がねまさに損失になっちゃったよと。買った株式を出資した株式の半額になっちゃったんで、減損の計上のルールに引っかかって郵政は楽天グループの株を減損することになっちゃうっていう、そういうことなんですけども、800億なんて可愛いもんよってね、ゆうちょ銀行なんて3兆円よ、もう教科書の計上してますからね。その話もちょっとね、後でちゃんとします。ちょっと先に行くと、これ、すごい割安になっているんですけれども、日本郵政ね。ここで減損800億計上したとして、潰れるような状態になるのかっていうと、そうではないわけですね。計上利益が2024年3月期におきまして、6200億ね、計上されるから、これで直ちに経営が立ち行かなくなるっていう、そこまでの影響はありません。さらに、ほら、先ほど申し上げました通り、日本郵政が持っていた、現在も持ってるんですけども、ゆうちょ銀行の株式の価値が一時的下落だから、当初の値段よりも半値になっちゃった、半値以下になっちゃったということで、かつね3兆円の評価益を計上、評価損か、ごめん、3兆円損しましたよってことやっちゃってるんですよ、2020年9月ね。これに比べりゃさ、可愛いもんでしょ、800億なんてね。で、はい、さらにほら、これね、これ、このまさに半値以下になっちゃうしそうになっていてって。で、2022年の7月の頃から騒がれてたわけですよ。減損するんじゃないですかってね、いうことでさ、ちょうどね、0円プランを導入して、加入者離れが進んでた頃ですよ。で、ほら、もうこの当時から減損リスクあるよっていうことをね、知ってっていうか、報道されてたわけですね。で、ほら、ここでさ、2021年3月に1500億円ね、楽天に日本郵政が出資したわけですよ。で、その時の株価が1145円だから、この半値以下になっちゃうと、ね、減損ですって。で、572をね、継続して売り込むようだったらやばかったわけですね。で、750億円以上損失確保しなきゃいけないって状態になってたんですけれども、この人たちね、トールをめぐる M&A ってね、いうとこでバカやってんですよ。そうそう、オーストラリアのトールっていう会社に、出資したんだけども、その時に大体5000億弱のお金をね、ドブに捨てており、で、ほら、日本郵政幹部は、楽天の株の減損で、またお前大丈夫か、しっかりしろって言われるんじゃないかなという悪夢に怯えてるっていう記事が出てたんですね。
で、ほら、事実上一般事業会社への国費の投入ではなどと批判を浴びたいきさつもあるって言うんですけども、国会で大騒動しましたかねっていうことよね。で、3兆円とか5000億弱のお話でどうでしたかね、国会大騒ぎした？で、まあ今の話をちょっともう一回まとめると、日本郵政が楽天株を750億も減損するとかさ、そして野党が責任を追及するってところからもうちょっとここからねちょっともう弱いわけですね。で、一般市民が楽天がやばいのを知るってさ、なんかね、これだよ、3兆5000億に対する800億で追及今回ばっかりまたするのってさ、飲むわけですよ。前回しなかったからね、大してね。一般市民バカにしてんじゃないかなちょっと思うよね。楽天モバイルやばいっていうのは知ってんじゃないの？ほいで、ほら、ポイント取り付けなんちゅうところになると私は思わないわけですね。これだって前半の過程で崩れてるもん。で、これ楽天ポイントが無効になるって思って一気に使うようなことにならなければ、楽天市場の業績悪化とか楽天クレジットを他社に変更するってところにつながんないからね。だからこれちょっとね、強引な議論かなとちょっと思うわけです。さらに次のブロックにつきましても、こんなの作ってたんですよ。2023年3月12日か。アメリカの銀行の破綻がありまして、孫さんに影響が及ぶよねっていうことをね、動画にしたわけですね。これ特に重要なのがね、ここね、シリコンバレーバンクの破綻ってどういう状況だったのかってことをしっかりね確認して、楽天銀行とシリコンバレーバンクを一緒にするなってことをね、もうちょっとちゃんと確認したいんで、これちょっと持ってきたんですけどね。楽天はシリコンバレーバンクと全く違うんです。で、はい、さらにね、翌日が3月13日もこんなのね作ってて、2つの動画の内容を今回まとめてちょっとねさらっと復習させてほしいんですけども、アメリカではね、預金者保護をしっかりしたんです。全額保証したんですよ。だからね、逆に言うとね、いい例だったんですよ。楽天銀行の取り付け騒ぎにならないような方向で、日本国もアメリカと同じような感じの措置は取るんじゃないかなっていうことが想定されますからね。ちょっと今の話をもうちょっと噛み砕いた話ちゃんとすると、はい、シリコンバレーバンクが経営破綻しましたよと。で、リーマンショックに破綻したワシントンミューチュアル以来の規模というのは結構大きめだったんですけどね。でね、これどういう銀行かというと、新興企業に高利でお金を貸し付けるような商売をしているんで、楽天銀行とは全く性質の異なる銀行です。さらにもう一つ、思いっきり債券に投資してましたので、ここもまた特徴があるわけですよ。そんなもん、あんなにたくさん債券に投資しているようなことをすれば、そりゃ影響大きいですよ。で、利上げで長期金利の上昇に伴い債券の価値が急落するっていう状況なんですけども、アメリカの金利水準と日本の金利水準今全然違います。で、物価上昇もアメリカの方がうーんと大きい。今日本の物価も上がってるっていうけど、シリコンバレーバンクが破綻したような状況とは程遠いんです。でね、長期金利は債券市場の需給で決まるってとか、まあこういう計算式のもと、それにも話をしているんですけれども、前提が全然違います。で、FRB の急速な利上げをしているっていうところが前提で、新興企業の経営悪化ってところが加わり、債券の価値も下がっちゃったんで、経営破綻だよってことなんですよ。で、これね、新興企業の経営悪化ってところで、ソフトバンクグループの投資先はやばいよねっていうところは話ができるんですけども、日本の利上げと FRB の利上げのねレベルは全く違います。そして新興企業が困っちゃうってことについては楽天銀行全く関係ありません。だからね、なんだか堀本さんってさ、とんでもなくその違う例を持ってきたなって思うんですけど、皆さんどう思われます？でね、
結局ほら預金者を保護したんですよ。一定金額以上はねアメリカも保証するよっていう制度になってるんですが、シリコンバレーバンクの件に関しまして言うと預金は全額保護されました。でほら金融プログラム自体が破綻しないようにね、保護したわけですよ。で、はい、ほらこのシステマティックリスク、金融システム自体の不安を取り除くために全額の預金を保護しましたよって。だから株主とね、社債権者は保護されなかったんですけどね、預金保護はしっかりしたよということですね。でほら預金保護をしっかりするってことによって銀行システム自体 の、 不安を、ね、取り除いたわけですよ。でここでね1000万以上保護されないからね取り付け騒ぎであるのとか、これも言ってたんだけども、はい、楽天銀行の金利の優遇ってあるんですが、300万以下の部分に対して年 0.1% で優遇金利だよ、とてもいいんだよっていうことになってるんですよ。でね、300万超えちゃったらなんか 0.04% しかつかないのよ。なんで楽天銀行に1000万も1000万以上もか預金を置くのってね。でね、楽天銀行に1000万以上なんて置く人いるのかなとちょっと思うのが、ほら商品をた一瞬その株なり債券なりを買う場合よ、金融商品を買う場合はね移すだろうけれども、ずっとね1000万以上を楽天銀行に預けっぱにしてる人って僕少ないと思うのよ。だってさ、同じネット銀行青空銀行があるもん。ここはね1000万以上っていうかお金たくさん置いてるんですよ。私も実際1000万以上ね、もうここをメインに使ってるんですけども、置くならここです。だって普通預金ですよ、出し入れ自由ですよ、 0.2% つくわけですよね。だからね、ホリエモンさんってこの辺は言わないんだろうね、多分知ってるんだろうけど、あの人のことだから言わんよね。なんか悪意を感じるんだよね。だから物価が上がって債券価格が下がり銀行業績悪化ってね、でシリコンバレーバンクは債券の下落で潰れましたってね。でほら通帳不要のネット銀行って言ってるけどね、みずほはね同じだよ、通帳いらないよ、あれもインターネットで下ろせると先ほどお話しましたけれども。で1000万以上の預金が保護されないんで取り付け騒ぎでも、これもそんな人いるのって話もしましたよね。で以上から楽天銀行が取り付け騒ぎになって倒産するようなことは私全く考えてないんですよ。でシリコンバレー銀行を例にしてる時点の間違いよ。ベンチャー企業が顧客だよ、客層が全然違うわけですね。で債券投資をねめちゃくちゃやりすぎちゃったんで破綻した特殊ケースを挙げてるわけですよ。でアメリカと日本の金利と物価をね、一緒にして話してるからね。だって日銀は金融緩和を続けるんだよ、だからこんなに今円安になってるわけですよ。144円超えてるからね。でアメリカの預金は全額保護されたんで、日本もアメリカに習って、いやもし仮に何かしらね取り付け騒ぎが起こった場合よ、逆に保護してくれるんじゃないかっていう読み方もできるでしょう。これ安心材料だよねって、そんなことですよ。だから私、森ホリエモンさんがおっしゃってることはね間違ってると思ってます。でさらに動画の最後の方にねこれが出てくるんだよね。ホリエモバイルの宣伝ね、悲願でじゃないかと私思うわけですよ。で私ね、モバイル、この点のその、携帯電話につきましては、あまりね詳しくないんでちょっとちゃんと勉強してみました。でね、ホリモバが涙目、批判はひがみかなっていうことの結論に至る道すがらをシェアしたいと思います。ここが面白かったな。ホリエモバイル早くも解約しちゃったよってねいうところでさ、これ皆さんぜひご覧くださいね。こちらのチャンネルが面白かったです。でこちらのチャンネルっていうかぜひ見てほしいんですけれども、要点をちょっとまとめますと、どういうことかと言いますとね、はい、ホリエモバイルはどんなもんかって、お昼全然速度が遅いよってね、本人使ってないんだよってね、で実際実験されてまして、と特徴こんなことがあるよってお話されてるんですけども、この人は解約したと。で結局中身何ですかっていうと、 X モバイルと同じだよっていうことです。名前をホリエモバイルという形の商品にしただけね。で安いかってね、通信業界の LCC だと言ってるけれども、似たようなプランがあって
って、ネオプランライトニューロね。こちらね、お金、オプションをちゃんとつけて、月額基本料と20ギガと5分かけ放題で比べると、結局こっちの方が安いんで、価格自体は魅力がないということをね、おっしゃってましたね。で、通信速度なんですけれども、お昼になると辛いんですって、ドコモ回線使ってるから大丈夫だよって言うんだけども、辛いもんがあるよと。で、12時台ね、12時から1時のところについて実験されてましてね、で、アハモだとうーんと早いんです。でもね、ホリエモバイル全然アハモに比べると遅いよねっていうことがね、実証されていて、で、ほら、2023年3月始めた頃はね、まあまあ早かったんだけど、2週間経ったらもううんと遅くなってきてて、さらに、直近2023年6月8日で測られた時も、もうやっぱりね、お昼の時間は混み合うとダメだよねってことがね、しっかり検証されてるわけですよ。で、ほら、24時間の平均通信速度は 45Mbps だって言ってるけども、これ3月16日の時でこんなこと言ってるからね、どっからデータ持ってきたのっていうと、X モバイルのこれまでの実績をペロッと貼ってるだけなんじゃないかということが分かりましたと。で、堀江さん自体はね、使ってないんだよってね、いうことなんですよ。自分のところが一番いいんだったら自分で使えばいいよね。で、これ、20ギガまでしか使わないライトユーザー向けなんで、自分は使わない、堀江さん使わないって言ってるんですけどね。たださ、ほら、ギガ足りないって言っておきながらよ、50ギガプランも出すぜって言ってんじゃん。だからね、なんかね、言ってることとなんか違うんじゃないってね、いうことをね、おっしゃってましたね。さらに、ほら、こんな感じで、YU モバイルと食堂の結果をね、ちょっとやってみたら負けちゃったと。で、YU はね、ドコモ回線をしっかり使っているんだけれども、ホリエモバイルもドコモ回線を使ってるはずなんだけども、なんじゃこの差はというぐらいの差が出ちゃったからね。で、みんなこれ知ってることだということを前提にお話しされてたんですが、私これ知らなかったんですけどね、ホリエモバイル爆誕ってね、3月16日の時点ではお得だよ、楽天より早いよとかね、いう話が、まあ、Twitter では出てたんですよ。ただね、もう大体もう最近はもう誰も注目しなくなっちゃって、で、プランは紹介する YouTuber もいるんだけどね、実際に契約してる人はほぼいなくって、で、まあもう、ちゃんと最近ね、しっかり動画作る人もいなくなっちゃったというような感じでね、全然もう注目されてない状況になっているわけですよ。と、この人は言っており、私もそうだと思います。で、ほら、プラチナバンド回線を使ってて、キャリアと同じ品質とか言ってんだけども、嘘だよと。一言で言うとね、まあ、繋がりやすいっていうところはいいかもしれないんですけども、品質にはね、接続性、遅延、速度、3つの、ね、要点があるじゃないってさ、いうところで、だから遅延も悲惨ってね、いうことが分かり、でね、通信速度も遅いよって、遅延もね、悲惨だよってことで、なんだかなってね、キャリアと同じ品質なんて言っちゃいけないんじゃないかっていうことですね。で、超過。容量超過した場合、20ギガ超えたらどうなるのって言うんですけども、これがね、200kbps、だからしょぼいやつね。アハモだと20ギガ超えたら 1mbps 出るからね。だからね、こうアハモの方がいいんじゃないなっていうことがもう間違いないですな。ほいで、1ギガ超えたら500円払わなきゃいけないからね。だからまあ20ギガ超えたら使い物にならないっていうね、いう状況ですよ。で、ほら。ここでね、ホリエモバイルを、これから使うとどうなるかというと、ほら、ボイシーニュースレター雑談とかがさ、特典で聞けるんですけれども、ここでまたね、アクセスが集中しちゃうからね、どうよって、これまで YouTube とかにも影響出るじゃん。データ通信の方も混み合っちゃってるからするからね、またまた状況が悪くなるんじゃないかってね、可能性があるよっておっしゃってましたね。特にこの、雑談の方について、これ、特典がついてくるって言うんだけども、これさ、ほら、6月9日のキャプチャーなんだけども、更新が遅いんだって、5月26日のやつが載っててね、どうだろう、2週間ぐらいのね、遅れで更新されるから、最新のものが聞けない状態になってるからね、あまり意味がないんじゃないかなって私思うんだけど、どう？
で通信以外の部分について、まあ、カレーパン無料とかさあるけどさ、私はこれいらないかな。まあね、すごい熱狂的なファンの方はね、ここに惹かれてホリエモンを応援するって形でね、このモバイル使うかもしれないけど私いらないや。ほいでほら、楽天モバイル普通のでほど遠いぜってところをおっしゃってるんですけどね、どうですかねこれ。10万回線いくかな、どうかな。でね、だってサポート体制もいいよってね、店舗があるよって言ってんだけども、リアル店舗があるからいいよって言ってんだけども、でも兵庫県の方なのかな、この動画作ってらっしゃる方ね。1,2,3,4 店舗しかないんだって、兵庫県には。大きな県だけどね。ね、だからそんな状況だからね、だから実際店舗があるって言ってもよ、限られたサービスになっちゃうね。ほいでほら、ホリエモバイルトークンになるものを、フィナンシエってところでクラウドファンディングサービスと組んでやってんですって。私これ知りませんでした。で、3月16日からだいたいね、1日1000回線ぐらい増やすつもりになってるから、もう90日でも9万回線ぐらいになったのかしら、増えたのかしらと思いきやですよ。このホリエモバイルトークン使ってる人がね、384人しかいないらしいんですよ。あれって、じゃあ評判やっぱ悪いのかしらっていう風に勘ぐるんだけどね、実際の数字を見てみたいよね。ほら、しっかりこのぐらいいってるんだったら出してくると思うんだよな。皆さんどう思われます？まあ、でね、これよく分かってないんですけども、このトークン、コインチェック、このフィナンシェ、この最初の方はね、評価高かったんですよ。1.2 って書いてあるね。これは私よく分かってないんですけども、最近価値が思いっきり下がっててね、0.195 なんだってさ。あららって感じだね。はい。よいしょ。ほいで、さらに、もう一つね、こっちもちょっと見てみましたよ。これも面白かった。ぜひ見てくださいよ。楽天モバイル最強プラン爆誕ってやつね。楽天逆転モバイルなのかということ。で、ホリエモンは涙目なんじゃないかってね。こちらも要点をちょっとまとめてみましたんで、見ていきましょうか。最強プラン倒産するって誰がと。涙目ホリエモンモバイル今後の動きってね、形で、ちょっとね、用紙をちょっとパッと見ますと、これ私これね、つながるつながんないじゃないんですよ。私東京に住んでるんで、まあ、つながるんですよ。ただ品質が悪いの、プッツンプッツン切り上がるので、確かに安いで、こう事務手数料もね、なんかさ、ドコモも au もソフトバンクも乗り換えの類とかさ、なんか新規契約とかよくわかんないんだけど、私これね、楽天モバイルでタダだったんだけども、ドコモも au もソフトバンクもこの事務手数料3850円で談合してるね、これね。同じなんてありえんもんね。まあそんな中ですよ、楽天はね、まだね、事務手数料もね、ゼロで頑張ってるよというところで好感持てますよね。で、倒産するって誰がってさ、この人言いたいのは、楽天モバイルじゃなくて、ホリエモバイルが倒産するんじゃないですかって、そんなことをね、限界におっしゃってらっしゃるんですけども、とにかく、モバイル G が足を引っ張って赤字状態だよってね、見売りするかどうかっていうところなんですけどね。だから、e コマース関連があるからね、モバイルはね、なかなか切り離せないよねっていうところで、後戻りできないんでね、難しいかなってね。でね、ただほら、不満があるユーザーはいつでもね、MNP でね、転出してくださいって、事務手数料ただだからね。さあ、どうなるのってところでさ、ほら、ほら、倒産するって誰がって、涙目ホリエモバイルだよっていう話になるんですけれども、値段は実はね、安くないよって話さっきしましたよね。初期費用3300円かかるしね。で、ホリエモバイルお昼の速度が遅くなるよというところでさ。で、楽天より早いんだよってしきりに言ってたんだけども、これが最強プランでどうなるのよってことになるわけですね。で、ホリエモバイル自体のお昼の混み合ってる時には速度が遅くなっちゃってたんで、これつながりやすいとか品質が高いと言えないわけですよね。エリアはドコモと全く同じって言うと、エリアはそうなんでしょうけどね。で、店舗のサポートについてもあるよって言ってるけどさ、実はそんなにね、県によっちゃ店舗遠いよっていうところがあるから、使えるかどうか分かんないっていう状況なわけですよ。さて、どうだろうな。で、うまくいってるんだったらね、利用者がうんと増えてるはずなんだけど、どうもそうでもないらしいという状況。
で、au ローミングが無制限になりましたということで、5ギガがね、上限あったんだけども、この効果があったんだろうかね。あのね、私本当に最近全く通話が途切れなくなりましたよ。ところね、本当に私評価180度変えました。で、ローミング費用が高すぎるっていうところがあって、1ギガにつき500円上げなきゃいけないよっていう状況だと、思いっきり使われちゃったりなんかすると、au ローミングの契約をね、将来的にやめるんじゃなくて、発展的に解消するんじゃなくて、大きくたくさん使うような雰囲気になっちゃってて、逆にこれやばいんじゃないかっていうところもあるんだけども、あの後でお話しますけどね、プラチナバンドが取れる、この秋にプラチナバンド取れそうなんで、そこまでのつなぎって考えればもう合理的なわけですね。だって基地局をバンバン増やすよりもそっちの方がいいからね。で、ローミング費用のところを自前の基地局を増やすところをやめてローミング費用が減っていくんって書いてあるけど、要はね、こういうようなことやってる限り黒点は難しいわけですよ。で、 au にとって言うと自分が持っている設備プラチナバンドで、例えば 4G のところなんて空いてくるだろうから、そこを上手に使って楽天からお金を取れるから、ね、それはそれで au としてはいいわけですよ。で、楽天の人はさ、あの不正がいっぱいあったじゃん。無理な工事を強いてね、ものすごい不正があったって、そういう心配もなくなってくるって書いてあるけどもね、なんかあるんちゃうんってこの人おっしゃってるけども、このままだとね、楽天はダメよ。だって、あの使う人いっぱいいるわけでしょ、思いっきりね。楽天無制限で2980円だからね。だからローミング費用でやられちゃうかもしれないなってところがあるんだけど、この動画ではね、この方の動画ではね、これ楽天のプラバンの獲得まではカバーされてませんでしたね。私もね、プラバン獲得が怪しいんだったら、こんなことは言わないんだけども、はい。黒字化の道筋というところで、ね、プラチナバンドがあるっていうんですよ。で、堀江さんの批判が嘘だったりなんかするとね、これは黒字化の道筋が見えていて、風評被害で株価が下がってるんだったらよ、買い時なのかなっていう考え方もできるかなっていう、そういうことをね、これからお話しますね。で、あら、3つブロックの最後のブロックね、モバイルをやめるしかないですよ。モバチをして設備がゼロになら債務超過になるよとかさ、そのためにはね、 1兆円以上の増資が必要とかさ、アマゾンしかそういうことをね、やってくれる人いないんじゃないか、でミキちゃんクビになっちゃうんじゃないかって話につきまして、この話ってさ、モバイルが黒点すれば一瞬で片付きますよね、これね。で、はい。で、楽天のプラバンの獲得を考慮ねしてない議論かなと思うわけですよ。特にほら、この、モバ中して設備はゼロになる、ここが重要なんですよね。もう平たく言うと、楽天のモバイル事業はダメダメだから減損しろよっていうことで、1兆円以上の損失をいっぺんに計上しなきゃならない、それと同義ですよ、これ。で、はい。こんなコメントいただきましてね、450あたり200株仕込もうかなってね、600ぐらいまでね、回復したら3割ですからねってね、ちょっと遊びで買ってみようかなってね、いただいたんですけども、コメントね、結構こういう方いらっしゃってね、上がったよね、一瞬ね、ポッとね。で、減損の強制があるんで、日本郵政ね、どうかなってね。だから、楽天をもう強制減損で見捨てることになるわけですね、日本郵政ね。KDDI どうかなってね、総務省がね、譲渡を禁止してるんで、難しいかもしれないよ。そしたらさ、韓国への NTT が救うのかなとかね、いろいろ考えてらっしゃいますね。で、私としてはね、450円これなくはないのが恐ろしいっていうところでね、でもここまではね、さすがに下がんなかったわね。ほいで、これほら、私だったらね、計画的に倒産する。私ね、楽天グループの楽天モバさえ持ってるんで困るんですけども、私だったらね、計画的に倒産させて、負債を除去した後に、韓国への NTT に吸収させるかなってね、いうことちょっと思ってるんですけども、でもね、今年が勝負の秋にプラチナバンドが取れるやんね、こんな私の社債がなくなる心配もないかなってね、そういうことを思ってるんです。で、まあ、想定通りね、郵政が減損することになって、で、じゃあ楽天モバイル自体の減損はどうなるのかってことなんですけども、あと四半期決算で楽天モバの事業の減損はされないでしょうと。なんでかというと、監査法人が減損について厳しく言わなくてもいいからです。で、本決算はそうはいかずと。
論原則が争点になっていて、けんけんがくがく今までやってきてるわけですね。でここについて監査の主問題としてもう論争がね、今年のね年末もやられるんですけども、プラチナバンドが取れないとやばかったんですよ。でね、12月の本決算でどういう判断を監査法人が下すかっていうところなんですけれども、ほらこれね、監査料いっぱいもらってます。だいたい12億ぐらいもらってるんです。これで特別に、注意して監査してますっていうことで、主要な検討事項としてこんなことやってますよということがあえて書いてあるんですよ。これ9000億ぐらい書いてあるけど、1兆軽く今を超えてますからね。だから減損するとなると、1兆円以上の損失がいっぺんに計上されることになるわけですね。で一生懸命やってるよと。で監査は、かかった時間かける単価なんで、もうえらいたくさん監査料をもらえてるわけですね。で、はい、この辺も読んでも分かんないで無視するとして、で揉めに揉めてる状況が今も続いていて、秋あたりに、もしよ、プラチナバンドが取れないんだったら、もう今年こそ減損かなっていうような状況にあるわけですね。で前期の監査だとよ、みきちゃんが一生懸命資料作ってなんとかね乗り切ったわけですね。で、監査はみきちゃんの資料を監査しますっていうことで、会社側がしっかり資料を作り込んで、これだったら大丈夫でしょう監査法人さんと言って、分かった、じゃあまあ今回減損しなくていいよっていうことで今までなってるんです。でもいくらなんでもね、今年はやばかるって状況になってたんですよ。で減損はモバ事業のダメ出しなんで、みきちゃんとしてはもう生命線なわけですね。だからね、四半期だと乗り越えられるんだけど、今年の年度12月末がやばかったんだけどね、ほらここ書いてあるでしょ、これあのほら、四半期の場合は実務的に利用可能な情報に基づいて減損の状況を検討することまで求められていない。ほら、求められてないというのは、利用可能な情報に基づいて減損の証拠を検討することも求められる。平たく言うと、四半期は多めに見てもいいですっていう、そういうことです。で、これ、利用可能な場合に限り減損してもいい。みきちゃんが自分ちのモバイル事業を減損したくって、これはダメダメ事業だよって資料を作って、でそれに合理性がある場合は監査法人としても減損を認めてもいいよと、そういう書きぶりね。逆に言うと、監査法人の方で資料を作って、これダメじゃんというようなことはしないっていうことをね、言いたいわけですよ。はい、でモバイル事業どうなるのかっていうことで、結論としてはね、今年の12月の本決算までにみきちゃんの方で回復の見込みを示して大丈夫だよというようなね事業計画を作って、それに合理性があるよと監査法人が認めれば、モバ減損がまた1年延期されます。でその間に1ヶ月でも黒点すりゃね、セーフっていうことです。でこれでプラチナバンドが秋にゲットできたとしても、それを使う設備投資にまたお金がかかるんで大丈夫かしらっていうことをね、コメントいただいたんですが、これ大丈夫なんですよ。楽天シンフォニーの話があるじゃない。後発の楽天は、ソフトウェアでうまくやるよっていう技を持っていて、世界に売り込んでるわけですよね。でこれ2022年11月11日の時の記事なんですけども、2024年3月からの使用開始を予定してますよって。でこれ、ね、ちょっと早まるかもしれませんね。で当時はね、ほらプラチナバンドの基地局に関する設備投資については、ネットワーク技術や、基地局のサイトを活用することで低コストでいけますよって書いてあって、やる気満々だったんだけども、この時は既存のキャリアがプラチナバンドを譲るというようなことになってたんで難航してたんですよ。で費用も既存の、au とかね、ソフトバンクの類が持つよってことなんで、既存キャリアは面白くないわけですね。だからうまくいくわけなかったわけですよ。そんな中ね、今年の5月にね、3000億の、ね、増資をやっちゃったわけで、それはこれはね、希釈化による株式の価値が下がって、で暴落するよねっていう状態になってるんですね。で昨今の暴落っていうのは合理性があるんですよ。過去におきましてね、2015年の記事なんですけれども、2000億の増資をやったんです。
増資プラス経営状態が良くなかったんで暴落したんですよ。で今回の3000億の大暴落を予想するかもってことで、本当に暴落しちゃったの。でね、2015年のあたりの増資を皮切りにというか、ここをきっかけにね、うーんと下がってるでしょ、株価ね。で今回もね、3000億の増資からまた500円あたりまで、ね、下がっちゃったんでね、暴落しちゃったわけですね。で増資でね、株価がどうこうって上に行くか下に行くかは、必ずしもね、分かんないよって、増資によって利益が増えるんだったら株価が上がるパターンもありますからね。でね、ほらこれね、利益見通しがしっかり立って利益がたくさん増えるぜっていう増資だったらば株価が上がるんですけども、見通しが分かんないよって場合は必ず下がるわけですね。でだって楽天モバイルの将来の健全な収益の見通しなんじゃこれでしょ、数字が全然入ってないからね、これじゃダメだよねってことで当然暴落したわけです。でそれに対してよ、いい話が出てきたわけですね。6月22日の記事でプラチナバンドがね取れそうだよっていうことで、秋あたりにこれは取れそうだっていうことになりましてね。でこうプラチナバンドがしっかり取れちゃったりなんかすると、楽天モバイルの弱点が本当に解消されます。で先ほどちょっと話しましたけども、ほらプラチナバンドの移行費用をドコモ、au、ソフトバンクが負担することになってたんですよ。自分ところのプラチナバンドが減って、かつ移行費用も au とかドコモとかソフトバンクが、ね、負担するなんちゅうと、既存の事業者はもう踏んだり蹴ったりなわけですね。そこで、はい、秋バンドを楽天モバイルが使っていいですよっていうことにして、ほら自社で費用を負担した上でプラチナバンドを譲る必要があったのを、これなくなっちゃったんですね。自分とこの、例えばソフトバンクの、プラチナバンドは減りません、そしてプラチナバンドを譲る費用も発生しませんということで、両方とも良かった良かった、ウィンウィンで良かったねってことで、はい、ほら3社にとってプラチナバンドが減らされる上に設備の返しを自分でやる必要があり、マイナスばかりだったところがですよ、空いてる、ところを楽天モバイルに割り入れてもらうと両方ともいいよねってことで、これは進みますよ。ほいでこのローミング費用の縮小ね、1ギガあたり500円ってね、これ本当らしいね、ソース2つとも同じこと言ってるからね、これもなくなるからさ、これ本当に黒字化したような気がしますね。ほいで楽天モバイルの現在の契約者が500万回線だよっていうところで、1100万回線までは大丈夫で、品質もしっかり保たれるっていうの試算が出てますからね。ミキちゃん昔から言ってるけど、1000万回線超えると黒字化しますからね。これでいいじゃん。で、ほら、もろもろ書いてあったホリエモンさんのこの主張なんですけれども、はい、これさ、こういうこと言われると、言ってる方がね、影響力のあるホリエモンだからね、こんなこと言われると大衆が煽られるじゃん、心配になるじゃん。だからね、こんなことを言われちゃった大衆は株価暴落にね向けて、あーこれいやー不安不安ってことでね、株売っちゃったりしたりするよ。で逆にこういう状態での株価暴落であるならチャンスなわけですね。だって楽天のプラバンの獲得をね考慮してないからね、安い状況で仕入れといてプラバン取れたよっていうところをね狙ってって、先ほどのコメントだと投機だよっておっしゃってましたけども、これ立派な投資かなと思います。はい、でほら秋のプラバン獲得で数値が埋まってきたりなんかすると、そして黒字化が見えたりなんかするとね、株価上がる可能性が高いかなってちょっと思ってるんですね。そう思われます？逆に本質で負けるよね、ホリエモバイルこそが終わっちゃうんじゃないかなってちょっと思ってますけど、どうですかね。ホリエさんのファンの方ごめんなさいね。でホリエさんがねプラバンの話は全くしてないでしょ、おかしいよね、あの人が知ってないわけないんだもん。なんかねちょっとね悪意を感じるな私。で私にとっての今の楽天モバイルっていうのが1000円かかってませんよ。変なポイントがね、なんかいっぱいつくからね。さらに、楽天モバイルを契約したときに3万ポイント弱私もらってるんですよ、なんやかんやで。だから、いまだにまだタダで使ってる雰囲気ですよ。で、1ギガで私十分なんですよ。
で、通話のかけ放題がありがたくて、ただこれまではこの通話のかけ放題の時にプッツンプッツン切れてたんで不満だったんです。でも6月になってからよ、最強プランの影響なのか確信はないんだけども、事実として通話が途切れなくなっちゃったのよ。で、私にとっては本当に今最強プランなんで、立場を180度変えて今応援してます。頑張れミキちゃん。で、もし仮によ、堀江さんの嘘で株価が安いんだったらね、買い時なんじゃないかな、そんなことを考えております。あ、聞いてくださってありがとうございました。それではこの辺で失礼いたします。ごきげんよう。